セッション22 TBS ラジオキーステーションに荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています。ここからはメインセッション、今夜のテーマはこちらです。メインセッション探求モード。自動車メーカーで相次ぐ燃費不正問題、車の燃費とは一体何なのか。三菱自動車が昨日、燃費データ不正問題について4度目となる報告書を国土交通省に提出しました。燃費目標の取りまとめ実務の一部は政治部経由で三菱自動車エンジニアリング株式会社に丸投げの状態で委託しておりました。報告書は子会社にデータ改ざんを指示していた経緯や不正なデータ測定を行っていた軽自動車以外の5車種を明らかにするなどといった内容で、相川社長と中尾副社長が一連のデータ不正の責任を取って6月の株主総会で辞任すると発表しました。燃費データをめぐる不正は他の自動車メーカーにも拡大。軽自動車でトップを争うスズキは昨日、国内で販売しているすべての車種の燃費データについて2010年頃から国が定めた方法とは違うやり方で算定していたことを明らかにしました。会長のスズキでございます。走行抵抗値の申請値についてはタイヤ等の転がり抵抗の実測値や風洞試験装置での空気抵抗の実績値を積み上げた走行抵抗値を使用しております。結果として定められた通りの測定方法を用いていなかったことについて深くお詫びを申し上げたいと存じます。自動車業界で相次いで発覚した燃費不正問題、今夜はそもそも自動車の燃費はどのように測定され決まるのか、このような問題が起きた背景に何があるのか、我々が見てきた燃費とは一体何なのか、専門家の方にじっくり伺います。ね、燃費って何なんだよねとか思ってくるそうなんですよ、私も免許も持ってないから車、ね、ああそこ、南部さん免許持ってないんだ。持ってないです、運転できないから。取るの夢だって言ってたね、うん、いつの日かね、いつの日か、はい、じゃあその日にはちょっと助手席に乗せて、うん、取れた、ね、そして花巻のその後案内とかレクチャーしてほしいです、ね、いやいや、だからその時に燃費について2人で見ましょうよ、うんうん、そうですね、はい、はい、では、ゲストをご紹介しましょうか、はい、自動車科学技術評論家の諸角武彦さんを迎えしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ドライビングについてはちゃんと教えますよ。じゃあ、はい、その際には心強い今日教わりたいのはですね、はい、ドライビングではなくて燃費についての問題なんですね。諸角、はいはい、さんに以前お越しいただいたのはフォルクスワーゲンの排ガスの不正問題でしたけれども、はいはい、今回の燃費の不正問題というのはそもそもどういった点が不正だというふうに言われてるんですか、うん、はい、ちょっと三菱の方は掘っていったらちょっと深い話がいくつか出てきちゃってるんですけど、はい、燃費のデータ自体も机上で計算したもんだったということになってるんですが、はい、もともとで言うと先ほど鈴木治社長の言葉の中にもあった走行抵抗値というのがあるんですけど、はい、これ燃費を測る一番最初の基本になる、実験装置に設定するためのデータを最初に取らなくちゃいけないんですけど、はい、それを取るのが実は非常に大変なので、その部分を机上計算とそれから他の車のデータからの、推測値とかでやってましたと、うん、それは本来カタログ燃費になってる公的な燃費としての測定方法の中で言うと、正規の手順ではなかったという話ですね、はい、正規の手順ではなかった、うん、測定するのは大変だったって今教えていただきましたけど、うんうん、大変ってどう大変なんですか。走行抵抗値ってそもそもがそうパッとこう取れるっていうかですね、簡単に取れるんですけどなかなかこう一定の値に落ち着かないんですね。ほうほう。車をね、まあ、その話ちょっと長くなりますけど、車をまず車を転がしてですね、うん、ある速度からヒュッと入っていって、それでスピードがだんだん落ちてきます、はいはい、落ちていくってことは抵抗があって落ちていく、はい、でその抵抗をスピードの落ち方で測らなくちゃいけない、うんうんうん、ところが風があったり、うん、いろいろするとそれだけでデータが変わってくる、はいはいはい、ですから風のない日を使って、しかも路面もいい状態を、まあ、テストコースで必ずやるんですけど、うん、それをやってでそこで何度も測ったものの中央値って言いますけど、はい、ばらつきのこの辺ちょうど真ん中辺っていうのを取って、うんうん、
それを使って今度は、ね、燃費と排ガスの同時に、この前もお話しましたけど、排ガスの測定っていうのはあのシャシーダイナモという測定装置の上に車を乗せて測るので、はいはいはい、そのシャシーダイナモにその走行抵抗のに相当する抵抗を設定してあげなくちゃいけない。はい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 、その段取りをこう順番に踏んでいきましょうねと。いっぱいテストがあるんですね。ものすごい大変です。うんうんうん、はい、なるほど、はい、で。そういった形で計算をして、繰り返しして、中央値出して、うん、また再現してみたいなことをやっていかなくてはいけないんだけど。いけないのを、まあ、その他の車との、推定からざっと機上で計算して、この辺で合ってるはずだとか、はい、それから三菱の場合は、他の試験法、本来規定されているものではない試験法も使ってましたと。ほうほうほう。いうような、これ非常にいわゆる手順上の、実験の手順における細かい話です。ほうほうほう。はい。ただそれを進めていったら、今度三菱の方は調べていったら、車によってはその試験もせずに、うん、机上計算で燃費はここら辺だろうという計算をした車が実はあったんですということまで出てきてしまったと、ほう、いうことが今の一番の大きな問題ですね。机上計算でそのまま数値をポンって出しちゃうということは、うん、もう完全に自己申告でこれぐらいだろうと、そうですね、基本的にいろんな形で自動車の今日本で車を売るためには型式というものを取らなくちゃいけないんですけど、はい、国交省にちゃんと認定を受けなくちゃいけないんですけど、うんうん、その時に、自動車メーカー側からこれだけの試験を行いましたって言って出して審査してもらうんですね、はい、ですからその審査データの中に嘘があったということになる、うんうん、なるほど、うん、それ例えば国交省側がじゃあそれが本当か実回テストしますみたいなことでやってくれたりはしないわけですね。国交省は審査をするだけなので裏付けは取ってません、うん、ああ、なるほど、はい、じゃあやっぱりそこは出された書類は正しいだろうという前提で見ない。それはちゃんと約束通りの書類が来てるという前提で見てます。うん、で前にワーゲンのフォルクスワーゲンの時に話をしましたが、はい、アメリカなんかだと抜き打ちでテストがあります。はいはい、はい、ですからその時にそれ時まではあと別に違反があろうとなかろうとそのまま行くんですけど、ですからそういう意味で日本は基本的に言うとその、自動車メーカーが出してきたそういう書類を手順通りやったものであるという前提で審査をすると。うん、で出たものに関しては抜き打ち的なその審査は検査は行わないと、はいはい、いうことにはなってますので、はい、じゃあ抜き打ち的な検査を行わないということは試験通ったら基本的にそのまま OK ということになっちゃうんですね。ただ、うん、そのためにものすごい資料とデータ実験もしますしデータも揃えて国交省に持ち込みますので、はい、なんかね1メーターとか1メーター何十センチぐらいの資料になるそうですよ。車あそうです、燃費だけじゃないです、車を全体を型式を取るためには。それ作る方も大変ですけど見る方も大変、ね、大変です。うん、うわ、でそれを全部見ていく中にもちろん、排ガス燃費っていうのも項目としてあって、うん、でそれを確認してじゃあ手順通りちゃんとやってこの数字なんですね、で物によっては状況によってはこの試験そのものに、国交省の係官が立ち会うとかですね、はい、いろんなことをして、うんうん、僕らもちょっとした開発やっててこういう新車じゃないですけどやっぱりそのテストをするところはちゃんとその、国交省が認めた場所 で、はい、でそこで、審査官が立ち会ってっていうのこともちゃんとやりますから、はいはい、そういう手順は当然踏んでるわけですけどね。はい、なるほど。じゃ今回その書類出して、まあ、1回は通ったものなわけですけれども、うんうん、その燃費の不正問題がどうして今発覚したんですか。これはですね僕もよく世の中に流れている情報しか見てないんですけど、はい、三菱のこの軽自動車は日産自動車に、相手先ブランド供給 OEM といいますが、はい、三菱で開発して製造した車を日産のブランドで売ってます、はいはい、でそれで日産の方もこう三菱から出てきた情報をその、数字等を精査していく中で、はい、うん、この方法はこれって本来やる方法じゃないんじゃないのっていう話が日産側から出てたと。でその辺から国交省に対しても、ちゃんと話をした方がいいよっていうようなことが出てきたという話は聞いてます。その辺がどういう流れで何だったかっていうのはちょっとお互いのやり取りの中の話ですから僕らが推測で言うことはちょっとできないんですけど。なるほど、はい、というか日産側に言われて自首したみたいな格好になるんですか。になりましたね。なるほど、はいはい、なるほどなるほど。鈴木の方はどうなんでしょう。鈴木はですねこの三菱問題を受けて国土交通省がその自動車の試験法というルールがあるんですけど、はい、トライアスと言ってますがその通りに沿って
ちゃんとデータを出してますねというその検証を各社やってくださいということを、はい、各社に通告しました、はいはいはい、でその期限が実は昨日だったんですね。ほう。で期限内に鈴木としてはやってみたら、あ、じゃあうちも走行抵抗の測り方違ってたと。ほうほうほう。あるいはそのものによってはその調整した数字で出してたと、うん、でそれを、報告するにあたって、記者会見もして、で僕らのところに今手元にありますけどリリースも来てると、はいはいはい、いう状況ですね。なるほど、はい、鈴木の調査報告はどういった結果になったんですか。ですから鈴木はテストコースの、これも鈴木の言い分としてはテストコースが風の影響を非常に受けやすいテストコースなんで彼らが持ってるの、はいはい、サンガラというところにありますけども、そのテストコースの風の影響が強いのでなかなかその良い条件でさデータが取れてないので、うん、その他のデータを組み合わせて、妥当と思われるところで、その実験の最初の数字を作りましたという言い方ですね、はいはい、で今日ちょうど鈴木治さんが社長がテストコースちょっと回収しなきゃいけないねっていうことはおっしゃってたようです。はあ、はい、なるほど。それが鈴木の、これ僕らはね、うん、もう風の影響本当に追い風2メーター以内ぐらいまでしかもう横風も正面もダメなんで、はあはあ、もうそういうものなんですね。だって本当にその車が転がっていく状態を測るので、うん、ですからそうすると本当に時間帯も含めて、はい、適切に測れる瞬間ってものすごく少ないんですよ。うーん、その時にそういう時に何十車種もの開発をしている中で、そう、同じ一つのモデルって言ってもタイヤ履き替えれば当然抵抗が変わるので違う、はい、サイズの違うタイヤ履いたりすると、でトランスミッションが違えば当然違うし変速機が違えばね、はい、だからそういうのを全部やんなくちゃいけないんですよ。だからそういう意味で言うとものすごく工数は大変で、さらにそこから燃費データも全部取りましょうということになると、先ほど三菱は子会社って言ってますけど三菱オートモーティブエンジニアって MAE という会社にこういう部分の実作業を全部任せてるんですけど、はいはい、そことの連携の中で問題がさらに大きくなってましたね。うん、はい、なるほど。その鈴木の件についてちょっと質問が来てますね。はい、はい、ラジオネームもっとねたいさん、鈴木はテストコースが海に近くて風の影響が大きいからというんで2010年頃から問題の燃費計算を始めたとのことですが、2010年まではちゃんとやってたわけですよね。そしたらなぜ2010年頃に急に風のことを気にし始めたんでしょうと。だから燃費そのものではなくて燃費を測る前段階の基礎試験なんですけど、はい、2010年はどういうタイミングだったかというようなことが、はい、まあ、これ多分今日の後半でいろんな話が出てきてると思ってるんですけどね、うん、はい、燃費というものが日本でこれだけ急にクローズアップされてきたこの何年間か。なるほど、はい、そういう問題の中で、しかもその車を出していく上で燃費の数字が非常に厳しくなってきたと、うん、燃費のそのカタログ上に出す燃費の数字をこのレベルにしなきゃいけないっていうようなことが非常に厳しく求められる時代に、商業的に、ね、はあはあ、なってきたということも裏にはあると思います。あ、燃費競争っていうところが。そうですね、燃費の数字競争ですね、うん、それまではやっぱりその例えばまあ、性能とか、うん、まあ、デザインとか、うん、時代によっていろいろ勝負のところあったと思うんですけれども、そうですね、もうこのあたりはもう燃費っていうところ一点勝負っていう形になる、まあ、燃費が非常に重要になってくるという時代が、まあ、今来て、それはその外的要因含めてですけどね、はい、その話がありますね。それはちょっとまた後の話で、うん、になると思います、はい、でもう一つは車種がものすごく増えてるんですね今。へー、車の種類が。だから同じ系の中にもいろんな、いわゆる例えば一つのモデルの名前の中でもいろんな種類の車を作ってると、うんうん、そうするとそれ一つずつ全部やっぱりさっき話したように測んなくちゃいけない、はあはい、測る工数手間、しかも今日ちょっと風吹いてるからやめようと、うんうん、でも何日には実際のもうそのシャシダイナモで排ガスと燃費を測んなくちゃいけないんだよ、ね、間に合わないじゃないとかってこういう話が全部こう回ってくるわけですよ、うんうんうん、だから現場で実験してる連中は本当に大変だと思います。そうですよね、僕らはこれ同じようなことをやったんですけど、お任せして一番いい例えば朝の無風状態の時に車転がしてくださいってお願いしてそのデータをもらって、でもう調整のしようもないので、はい、そのデータ使って実験装置に設定して走りましたけどね。うん、なるほど、はい、
ということは、ちょうどいい条件を待ち続けるっていうことも、できないわけですよね。待つのは難しいですよ。納期とかいろいろあるわけですから。あります、はい。はい。テストスケジュール全部決まってますから、うん、今、この手の車だと開発期間ってデザイン決まってから、特に速い車、軽自動車なんかで商品としてすぐやんなくちゃいけないっていうやつは、18ヶ月くらいしかないんですよ。車の形が決まってから。へぇ。18ヶ月で設計して、うん、設計に半年ぐらいはなんだかんだでかかりますよね。準備して試作の手前の段階、うん、最後に量産の準備するのにやっぱり 2,3 ヶ月は最低かかりますよね。そうですよね。そうすると、はい、間引くと今で引くと6ヶ月とか5ヶ月で全性能試験やんなくちゃいけないわけですよ、はいはいはい、でもちろん各部署にいろんな試作者出して急遽やるんですけど、うん、ものすごいこう追っかけられた開発になってるんですね今。あ、なるほど、はい、日本は特に、うん、なのでそういうこともこういう裏にはいっぱいあると思います。その辺の話はまた後半ちょっとね、はい、まあ、あり方をこういう車のあり方を考えるという意味ではお話できると思いますけ ど、じゃあ三菱鈴木の不正発覚した経緯とどういったポイントなのか今お話しいただきました、はい、じゃあそもそもその燃費についてこれからちょっとじっくり伺っていきたいと思うんですが、うん、森住さん燃費よく聞くんですけど、はい、燃費って何ですか。燃費はこれだけの燃料、例えば1リッター燃料がありますと、はい、これである車を走らせたらどのくらいの距離走れますかと、うん、基本的には、はい、ヨーロッパだと100キロ走るのに何リッター使いますかっていう言い方をしますけど、うんうんうん、まあ同じことですよね、うんうん、でそれはただし使い方によっても走り方によっても使ってる速さ速度運転の仕方相当いろいろ変わります。そうなんですよね、うん、だから燃費っていう言葉のその意味は分かるんだけど、うんうんうん、でも実際の走行によって数字が変わるんだったら、はい、それはあくまで参考値っていう形で見ればいいわけですか。本来はそうです、うん、ただしこのカタログ燃費というのは自動車の性能を表現する上で、この燃費がこの試験で出ましたと、みんなが同じ試験してますと、はいはい、いうことで、うん、出してます、うん、だから一つの目安になるだろうと、基準にしますよね、はい、いうことになってしまうということですね、うん、なるほど、はい、そのカタログ燃費はどういった経緯で、作られるわけですか。ですから先ほど、まあ、この間の試験、はい、試験もそうですけど、試験で言うと排ガスの時も同じですけど、はい、自動車を、こう転がる、実際に言うと条件を一定にしなくちゃいけないので、自動車を走らせていくとさっきの風の条件とかいろんな自然条件、運転の仕方でもどんどん変わってくるので、自動車を走らせないでローラーの上にタイヤを乗せてしまいます。でこのローラーを地面の代わりにタイヤがぐるぐる回して、でその中で実際にエンジンが出した排気ガスを全部集めます、はい、でそれが排ガスの前にはフォルクスワーゲンのお話した時のような形の排ガスの分析もします。排出量ですね、はい、でその一方で CO2 が出て、 CO2 とかいろんなその炭素の入ったものが出てますよね、うんうんはい、そこから今度は燃料がその試験の中で何グラム使われたかっていう逆算ができるんです、はいはいはい、なのでそこから、この試験を走ったこの距離ある距離になりますから、それはモードといって、うん、時速何キロから何キロまで何秒間で上げていって次にこうしてここまで行ったら止まってっていうのが全部決まってる、うん、その基本的なモードというのが走行パターンですね、走るパターンが、はいはい、日本とヨーロッパとアメリカとそれぞれ違うのがあります。だから各国に出すとね、各地域国に出すとなると大変なんですけど、うん、はいはい、いろんなパターンでやんなきゃいけない、ね、でアメリカと日本とヨーロッパではその走行抵抗の指定 の測り方も変えなきゃいけないんです、はあはあはあ、ものすごく大変なんですけど、そうやってこの排気ガスをサンプリングして、でその中から計算したものをその試験の時の燃費とします、うん、でその燃費を、日本の場合はじゃあ1リッターで何キロ走れましたという形で、うん、記載します、うん、いわゆるこう届け出をして記載します、はいはいはい、ただし日本の自動車メーカーはこの排ガスもそうですけど、この燃費についてもここのとこ数字のいくつというのが非常に大きな商品力の中の鍵になってきているので、うんうん、それも含めてですけど、ものすごいお受験をみっちり細かくやるんですよ、はいはい、まあ、相当お受験テクニックがあります、はい、テクニック、テクニック、クリアするための、つまり少しでもいい数字を出すための、それとか目標値があるとそれをクリアする、例えば、エコカー減税とかあるとこのレベルから 上に行ってると、減税レベルが一つ上がりますとかってあるので、そういうことのために、数字をとにかくこのレベルにしなくちゃいけないとなると、いろんなテクニックがあります。うーん、でそれはもう本当に車側の、一つずつの組み合わせをどうするか、
あるいはタイヤメーカーにこういうタイヤ作ってってお願いするとこから始まって、実際のテストをするときに、走行をするときにですね、ドライバーはこういう表示を見ながら、はい、今何キロで走んなくちゃいけないっていうのをずっと追いかけるんですけど、うん、これ普通に追いかけると追いつけないんですよ。なのでそれをちゃんとできる特別なテクニックを持ったドライバーも教育してはい、やるとか。でそのしかもドライバーは今度はそのこのモードはこう走りなさいって、何キロでこう走ってくださいって決まってるんですけど、ただしその中に、常にいつもそこをピタリと乗れるわけじゃないので、うん、実験なので、うんうん、このくらいずれてもいいですっていう決まりがあるんですね、うん、ずれてるところも上手に使う、ずれてもいいよという枠も使って、ほうほうほう、だからできるだけ滑らかに走るとかですね、はいはい、そういう技が山のようにあるんです。できるだけ燃費よくするための、そう燃費と排ガスをよくするための裏技がいっぱいあるんです。はあ、それを駆使するかしないかでも結構燃費の数字は変わってきます。へえ、同じ車でも、同じ車でもそうですね。うん、で実際に路上で走っても同じぐらいの燃費が出る車でも、極端にね、カタログ燃費のいい車とか、はいはい、そうでもない車とか、うん、お受験のうまい下手がすごく出ます。うん、ということで、そのお受験をクリアすることで、まあ、その数値がカタログ燃費ということで、はい、まあ、出されるということになるので、はい、皆さんそこで皆さん宿泊されるわけですね。そうですね。それでそれは今の日本で使っている JC08 という、まあ、そういう呼び方してるんですけど、そのいわゆるその走行パターンですね、はい、そのパターンだと平均速が 24.4 キロぐらいかな、はいはい、だから比較的遅いですね。で時速80キロぐらいまで出しますけど、停止してる時間も長い、どちらかというと日本の、市街地に近い状態の走り方を模したものということにはなってます、はい、なるほど、はい、よく止まって、そうです、まあ、止まってみたいな、まあ、車は固定されてるので曲がりませんけど、あ、なるほど、はい、まあ、そういった走行をするような感覚として、はい、それを数学的に処理してこういうパターンになりましたっていうのを使ってるんです。いろいろ測ってみて、だからね、ものすごく分かりにくいんですよ。だからこの数字はね、あんまり深く見ない方がいいと僕は思ってたんですけど、やっぱりここまで、あれですね、いわゆるその商品力だとか、それからルール、いわゆるその、まあ、例えば税金だとか、そういうルールにも関わってきちゃうとね、これはちょっと難しいなと思ってます。はい。こんな質問も来てますね、はい、千代田区のサイモンさん、そもそもカタログに書いてある燃費と実際の燃費が違うのは仕方ないというユーザーの諦めに近い思い込みの部分に自動車メーカーが隙をついてきたのが今回の事件だと思います。もうカタログに理想状態で計測した燃費を書くのはやめて、実際にその車を買ったユーザーの平均値を公表する方が良いのではないでしょうか。最近の車種はコンピューター制御で燃費実測値を記録することくらい簡単にできると思うのですが、どうでしょうか。はい、できます。できますよね。できなくはないです。できなくはないですけど、はい、それぞれの人がどういう運転でどういう走り方をしたかまで整理しないと、なかなか平均値っていうのは出ないんですよね。出ないですね。はい、皆さんあんまり気がついてないですけど、その車である燃費が出ましたといった時には必ずどういう走行をしたか、で少なくとも平均速度で、その区間で平均速度をどれだけで走ったかを整理してもらわないと単純に比較はできない。そうですよね、はい、であとはその運転のドライバー層も、そうそう、例えば軽を買う方と、うん、例えばワゴン車でそのアウトドア系の車を買う方では走行パターンも違うということになると思うので、個人の違いの方が大きいですね。はい、個人の方ですよね。その運転技能の差の方が大きいです、はい、それからその日の気分でちょっとアクセル強めに踏んじゃうとか、はいはい、そういうことの差の方がはるかに大きいですね。だからドライバーのなんか傾向みたいなのも、はい、多分車によって出てくると思うので、で僕らもそのテストしましたけど、あ、ですか、ドライバーによる差の方がはるかに大きいですね。やっぱりそうなんですね、はい、非常に大きいです、ドライバーの差は。へ、はい、どれぐらい差が出るんですか。一番大きかった時は 50% ぐらい違いましたね。僕の燃費の半分、同じ場所を同じ速度で出して、うん、僕の燃費の、僕の出した燃費の半分しか出なかった人もいます。そんなに違うんですか、はい、ドライバーの、はい、要はスキルっていうか、癖みたいな、癖というか、そのちょっとした時にアクセルパッと踏んでしまうとか、はい、それから踏んで速度出たからパッと戻すとか、そういう運転をしてるのか、それからそーっとゆっくり走ってるつもりでも実はすごく効率の悪いとこ使ってる人とか、はあ、ゆっくり走ればいいわけでもないとかいっぱいありますけどね。なるほど。じゃあスムーズな運転が一番燃費に、スムーズなエネルギー変化をできるだけスムーズにするっていうのがいいんですけど、はいはい、まあそれは実は予測値まで含めるんで
非常に難しいですけど、はい、僕そういう意味では相当いろんなデータを取ってありますんで、はい、であのいろんなあの諸積さんはねこの年表を実際に自分でいろいろ測っていらっしゃるみたいですけど、はい、その結果として出されているカタログ数値と測った数字っていうのはどうなんですか、うん、あのこれはかなり差がさっきも言ったようにお受験のうまい下手の差がはっきり出てますんで、はい、例えばその同じ平均速度つまり、そのモードを走ってで平均した速度、前の10-15モードだったら 22.8 キロ時速ですね、今だと 24.4 キロかな、あの今の JC、そういう速度で合わせないと比較ができないので、比較したときには、僕らが運転しても ほぼ出ないですね、カタログ燃費は。カタログ燃費出ない出ない、実際の路上では。ただ、一つの問題は、それでも、例えば、カタログ燃費は実際に使った時の倍ぐらいになってるっていうような一つの目処としてね、目安として共通項があればいいんですけど、例えばある車は、1リッターで30キロ走ると言ってます。でも実際に走ったら15キロしか走れませんでした。はいはい。ね、ある時にそうなる。でもある車は1リッターで20キロ走ると言ってます。これも実際に走ると15キロ出ました。はいはい。ね。片や30で15、片や20で15。これじゃあ目安にならないじゃないですか。まあそうですね。大体これぐらいの比率で、うん、倍盛られてると思った方がいいよみたいな感じの目安だったら分かるんですけど。この試験はものすごくそういう意味で言うと、こういう条件を揃えてやってるから、うん、で、しかも負荷、いわゆるその車にかかる負担も少ないパターンで走ってるから、だから普段走ったのよりは、まあ倍出ますよでもいいんですよ。うん、だけどそれが全部同じように出れば、カタログ燃費の今の燃費でも目安にはなるんですけど、うん、実際には僕がずっと測ってみてるともう本当にばらつきが多くて、お受験のうまい下手から車の答えあのそれぞれの作り方の差からいろんなもんがあってなかなかそう簡単にはいかないので、うん、目安にならないっていうのが僕の結論ですね。あ、結論ですか、うん、カタログ燃費と実測値の間にこう相関がないというか帰りが相関がないです、はい、でこれは、実は、車に関わってる人のかなりの人は知ってるはずなんですけど、あ、だよねみたいなっていうか、あるあるネタ、うん、いや、そういうことを検証する機関がないんですね、基本って、はいはいはい、で、そうがないから国土交通省にしても、うん、それから例えば減税を決めるのは経産省からそれから財務省っていくわけですけど、その人たちもそういうその指標としてはもうこのカタログ燃費を使わざるを得ないってことになっちゃってるわけですよ。使っちゃうんですかそれを。使ってます。で、その説明も後でやると思います。エコカー減税とかって言ったりして、そう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 、これぐらいの燃費からここまでは減税しますって言ってる、うん、あれもこの燃費、お受験でこの数字出ましたっていうふうに申告があった数字を元にしてるんですか。そうです。申告して審査して OK だった数字ね、はいはいはい、一応ちゃんと審査してるので申告の内容は裏付け、うん、ただしその申告していく内容の中に実は、正規の手順を踏んでないものがありましたっていうのが今回の問題なんです。はあ、うん、なるほど。ということは、うん、いろいろとそのカタログ数値と実際の運転走行を比べたらかなり乖離があって、しかもそれぞれ相関がないと。ということは、うん、カタログ燃費がいいとされているものが、結果、実際に運転してみたら本当に一番いいかというとそうでもないという結果になるわけですね。はいはい、それはあります。エコカーについてはどうですか？エコカーって何でしょう？エコカーって言われてるやつ。そうそう。だからエコカーって言われてるのももう、なんか何がエコカーなんだか分かんなくなってきたじゃないですか。はあはあ、その、例えばカタログ燃費の中で、その、このレベルを何年にはこのレベルの燃費を達成しましょうねっていうものに対して、50% 増しの燃費を出したものには星いくつつけますとか、はあはあ、いうようなことを今やってて、それが、エコカーの基準になったりしてるんですけど、前は電気自動車だとかハイブリッドはみんなエコカーって言ってましたよね。まあそうですね。はい。だけど、じゃあそれ何をもってエコカーって言うんですかっていう。減税の場合は燃費がエコカーの基準ですよね。そうなってます、うん、はい、で一般的な多分エコカーのイメージはなんか地球に優しいんでしょみたいな、よりふんわりとした広い意味になってますよね。だけどじゃあどれが本当に優しいんですか。例えば燃費っていうのは基本的に CO2 の発生量ですよね、はい、そうするとCO2 はできるだけ自分の移動の中では少ない方がいいですよねっていうのは、これはもう世界的なコンセンサスなので、実用燃費がいい車が本当はエコロジカルな車の一つの条件になる。じゃあ実用燃費がいいってどういうことっていう、ね。例えばでも今どうしても、5人6人どっかに行きたいっていう時に、2人乗りの車を例えば2台3台使ったらそれは良くないので、そういう時はみんなが乗れる車にしましょうだし、はい、まあはいはい、ね、僕1人でどっかに行く時は例えば
世の中には世界的にはヨーロッパの基準で言うと、1.1 リッターで100キロ走れる車とかあるんですよ。だからまあそれはそのある測り方です、これも。でだけどまあ1リッター100キロ走るの3リッターぐらい、だからリッター30キロ以上が普通にケロッと出る車は確かにヨーロッパにあります。時速100キロ以上で走って、だからそういう車をだから3人乗りぐらいでフッと使うんだったらそれもいいねとかっていうふうになってくると、乗り方によってエコの意味も変わりますよね。乗り方とか使い方とかね、その人が何をしたいか、車 でその中のエコの意味が変わってくるんで、じゃあエコカーっていう言い方自体もうメディアが作ったもんなんで、やめた方がいいんじゃないかなと僕は思ってますけど、じゃあ結論としては、まず燃費、はい、カタログ燃費は、はい、あまり参考にならないので黙って勘で買えっていうことじゃないですか。すいません、僕は非常にその自動車の専門メディアとしてやってきた人間なので、はい、そういうちゃんとしたことを皆さんに伝えきれてない、うんうんうん、で残念ながら自動車の専門メディアでも実際に僕がやったみたいにして燃費を測ってる人間はほとんどいない、うん、で感覚的にこのぐらいだったよねとかっていう人はいますけど、はいはい、だからそういう意味で僕らの方の責任も非常に大きいんですね。あで、ということは適切な数字を出すような機関が一方であって、うん、そういった基準を参考にして買うということができるような社会になれば、うん、なってほしいなと思うし、僕一回だけそのチャンスがあったんですけどね、うんうん、どういうことですか。具体的に名前出しちゃいますけど、もう10年近く前ですけど、省エネルギーセンターってとこで車の実用燃費を検証してみましょうっていうプログラムを始めかけたんですよ、はい、で残念ながらちょっと途中で挫折、省エネルギーセンターさんの方も含めてちょっとその研究のリーダーとして入ってきた人が全然違う方向へ研究振られちゃって、そのあの時始めていれば今頃こんな話にはなんなかったと思うんですけど、はい、なるほど、うん、それは民間でっていう、省エネルギーセンターですから基本的に経産省 の外郭ですよね。そうなんですか、はい、外郭団体。ただ僕今ちゃんと誰かが予算組んできちんとやってもらえれば、うんうん、あれですよ、いわゆる実用燃費の目安になるようなデータを作る、それこそビッグデータも使って、先ほど、うん、リスナーの方からもあったように、はいはいはい、皆さんから合意を得て自分の車の走行データを上げてくださいって言って、でそういう形でそのこの車はこういう傾向を持ってる、この辺の数字になりますっていうようなものを出す方法は僕はあると思ってるので、うんうんうん、そういうところの、まあ、いわゆるノンポリティクスでなんかそういうものを作る、はい、ことができればいいなとは思いますけど、第三者機関的にね、そうそうそう、チェックできるような、うんうん、だから今はそれがないので、うん、カタログ燃費は信用できないという状況になっているし、まあ、世界的にただこういう公的な燃費は作らざるを得ないので、はいはい、何かしら基準は必要ですよね。そうです、そうです、うん、だからないのはダメなんだけど、うん、より確からしいものにしていくっていう工夫のためにやっぱもう一工夫この社会には足りないということですね、はい、特に日本はですね、はい、他の国はもう一度そうしたチェックを始めてるわけですか。いやというか今世界的にこの前 のフォルクスワーゲンの時にお話しましたけども、うん、はい、世界を調和し世界で同じやり方で燃費と排ガスを測りましょうという動きが今動いてます、うんうん、でその中で日本もそれに加わってますので、うんうん、次のステージではだいぶ変わってくると思います、ね、あ、はい、なかなか調整が難しいようですけど、うん、でこの国の制度とかね、はい、そうした、検証の方法とかどうしていくべきなのか、うん、後半議論していきたいと思います、はい、セッション22TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション22、今夜のメインセッションは自動車メーカーで相次ぐ燃費不正問題、車の燃費とは一体何なのかということで、スタジオには自動車科学技術評論家の諸角武彦さんを迎えしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。後半はですね、はい、国の制度なども含めてちょっと考えていきたいと思いますけれども、ここでですねお電話をつなげたいと思います。ジャーナリストの牧野茂雄さんにもお電話で伺っていきたいと思います。はい、牧野さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。牧野さんはまず今回の燃費不正問題どのようにご覧になってますか。はい、今までの制度の積み重ねの上に出てきた、まあ言ってみれば出るべくして出たという印象を私は抱いてます。あ、なるほど。こういう制度だといつかはこういったことが発覚しちゃうよね、はい、誰かやっちゃうよねっていうようなものだったんですね。まずですね、この日本ってこの自動車に関わる法律って非常に多岐にわたるし複雑だし、はい、それとさらに、先ほど諸角さんおっしゃってたようにこのエコカー減税、例えば平成28年燃費目標に対してそれを、100% を足していたら、免税しますよとかね、はい、そっちは財務省じゃないですか、はい、
でそれになるじゃあ平成28年燃費基準って誰が決めるのかっていうと経済産業省ですよね、で今度の、問題になった軽自動車ってこれは国税じゃなくて地方税ですから地方税法ですよね、はいはい、そうするとね自治体絡んでくるじゃないですか、はい、で当然燃、排ガス値は環境省が絡んでくる、うんうん、あの自動車行政ってそれぞれバラバラなんですよ。でまあ、これ致し方ない面もあるんですが、それでしかも、国が測ったあるいは国に届け出た燃費をベースに減税しましょうっていうとそれはみんな減税を受けたいですから、うん、データを、まあ、改ざんというのはちょっと大げさですけど、まあ、いいデータだけ集めて、はい、もうこのマスカラつけてこのマニキュアでこの、化粧水でってもうめちゃくちゃ、まあ盛るわけですよね、はい、でそれでいい点出すと お客さんが払う税金が安くなります、はい、まあ、言ってみれば別にメーカーが自分で、得するんじゃなくて最終的に得するのはお客さんですよと、はい、ただ、車が売れて儲かるのはメーカーですよ、うんうん、こういうところで、どうしてもこの燃費ベースでそういうあの税制上の優遇をやっているという時には必ずもうこういう問題って出てきちゃうだろうなとずっと思ってました。あ、なるほど、はい、こういった制度がある限りはということですか。そうですね。うん、なるほど。あの今はその例えばあの減税の制度の話していただきましたけれども、はい、あのそもそものじゃあ燃費 その計算とかですね、はい、あのそうしたようなその制度こちらの方はどうでしょうか。全世界一緒ですね、はい、あのなんか自分の国をで走ってる車が、だいたいこの辺りで使われてるよねっていう平均の走り方を集めてきて作るのが、まあ、モード試験なんですよね、はい、で日本には GC08 ジャパンカー08ってあの2008年なんで08なんですけども、はい、でヨーロッパには、EU っていうモードがあります。うん、でヨーロッパって案外ね排ガス規制始まったの遅いんですよ、うんうん、EU が統合されて91年からなんですよね。それまでは排ガス規制なかったんですよね、うん、でアメリカはこの78年から、1900、このカフェっていうあの企業別平均燃費というものをやってまして、はい、自動車が売れた台数かける、その自動車について試験した燃費の数値を例えばこの A っていう車が100台売れました、はい、B が50台売れました、全部足してってその燃費の平均を出すんですよね、うん、でそれで、アメリカが決めあの連邦政府が決めた数字より悪かったらメーカーから罰金取るんですよ。アメリカが最初それやりました。で今は EU でもそのカフェ、コーポレートアベレージフィールエフィシンシーっていう規制が EU にもあります。で実は日本にもあるんですね、はい、日本もあんまり悪い燃費の悪い車ばっかり出してるメーカーには制裁金を貸しますよという制度が実はあるんですよ、はいはい、ところが日本ってあの本音と建前が非常にうまく絡み合って進んでいく国なんで実際に罰金取られた例はないんですよね。ないんですか。はい、で、それとこの試験でインチキするということも実は あまり前提にはないんですよ。お、うん、でアメリカは絶対人はインチキをするんだというこの前提がありますから、はい、ものすごく細かい試験方法のまで規定してるんですよね、で日本はあの案外そこはあの、性善説で、はい、まあ、こういうやり方をやそうですこういうやり方やってください、で分かんなくなったら行政指導しますよ。だから明文化されて文章になってるものが少ないんですよ、はあ、でそこはその都度時代の流れの中でその時の担当者が決めましょうと、非常にいい制度なんですよね。いい制度なんだけれども、先ほど諸角さんおっしゃったようにこの、はい、燃費競争がどんどん激しくなってきて、しかもそれによってこのお客さんが払う税金が変わってきちゃうと、そうなってくるとやっぱりうちの車を買ってくださいというには燃費良くしなくちゃならない。そうするとやっぱり当然あの拡大解釈をする人は出てくると思うんですよ。私今回の実はこれ個人的には不正だと思ってません。あ、不正ではない、どういうことですか。拡大解釈だと思ってます。ほうほうほう。実はですね、あの例えば、一つの A っていう車が出ますよね、はい、
それに、例えばデラックスだとか、スーパーデラックスだとか、いろんな仕様があるじゃないですか。はい、それに、例えば、エンジンのがそれぞれにじゃあ2、3種類乗ってます、うんうん、でタイヤのサイズも違います、はい、それからオプションで乗ってる、まあ、エアコンは全部ついてますが、あのクルーズコントロールがついてます、カーナビがついてます、はいはい、なんていう仕様はですね、書き出していったら一つの車でも1000を超えてしまうんですよ。あ、パターンがね、はいはい、そうするとそんなものを全部試験できるはずがないんですよね。そうですね、はい、そもそも難しい。ですから代表値っていう考え方は昔からあって、例えばこのくらいのサイズでこのタイヤだったら、上限、例えばこのカーナビを積んで重量があと10キロ増えましたと、そしたらまあこのあたりにしておこうっていうのはもう当然みんなやってるわけです、はい、っていうかそうしないと車は作れないんですよね。うん、ですからその中でここまでいいだろうって人間って常にそれがどん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 エスカレートしていく生き物ですから、はいはい、じゃあタイヤも A っていうタイヤでが一番これあの転がり抵抗が少なくて燃費がいいんだと、で同じ仕様でじゃあ B っていう会社に頼んでもやっぱり出てくるものは違うんですよ。うん、でも、タイヤって大体日本の自動車メーカーって4つぐらいの会社から買うわけですよね、はい、うん、そうするとじゃあ一番いい A 社のタイヤがついてるって前提にしちゃおうっていうことを考えちゃうわけですよ、はいはいはい、でもそれってじゃあ不正かっていうと実際にそのタイヤがついてる車があるわけですから、うん、じゃあこれもまあこれにも乗ってたと仮定してっていうのって、まあ、ある意味私は拡大解釈だと思うんですよね。あ、なるほど、うん、それは拡大解釈で現場が今までやってきたことの延長線上で今回もやったところ、それが後になって、まあ、指摘されたということになるわけですか。振り返ってみたら、うんうん、過去にやってきた拡大解釈が多すぎたねということじゃないかなと、はい、なるほど。まあ、実験の仕方を一度決めちゃうとですね、はい、このやり方でやってるんだよって言われると現場の人間はそれを見直すことはしないケースが多いんですよ、うんうん、ただそれをコンプライアンス側から見るとちゃんとそのルールにのっとっているかというチェックは誰かがしなくちゃいけないんだけど、はい、それは そんなに頻繁にやるもんじゃないっていうことになっちゃうわけですね、うん、まあ、そういう部分も含めて、ただ牧野さん今車そういう意味で言うと種類多すぎますよね。それとですね、あの先ほどの、走行抵抗の試験なんですが、はい、実はあの国土交通省がですね、交通安全、環境研究所っていうところを持ってるんですよね、はいはい、そこにお願いしても別にいいわけですよ、うんうん、だけどそこは1200メートルの直線しかないんですよね、はい、そうすると走行抵抗って90キロまで加速して90キロでアクセルを抜いて、ギアをニュートラルにしてそこから惰性で転がっていくときに、うん、10キロずつスピードが落ちていく時間を計測するわけですよ、はい、と1200メートルしかないところだと90キロ出せないんですよね。うん、90キロから例えば60キロぐらいでやめなくちゃならない、それで次からはじゃあまた70キロから40キロぐらいでやりましょう、はい、というのを繰り返していって、しかもあの風はですね、向かい風と追い風は秒速5メーター以下、ほうほう、で横風は2メーターなんですよね、うん、でその風の条件がいい時にやったのと、じゃあ5メーターの向かい風があった時、じゃそれを補正しましょうと、うん、いちいちまた試験はできないから、その補正の係数も、拡大解釈なんですよ。あ、そこでも、そうです。それとさらに言ってしまうと、あの先ほどあの、空気抵抗の話が出ましたけれども、はい、空気抵抗を測るのは、風洞っていうあの大きなですね、トンネルの中にでっかい戦闘機があって、そこから風が出てるんですよね。はい、で、それで、測るんですが、これは風洞によって違うんです、特性は。違いますね。ですから、例えば、このよく車の CD 値って言ってますよね。うん、空気抵抗係数。はいはい、例えばそれが 0.3 だとか 0.28 だとか宣伝にも使ってますが、うん、あれも実は横比較はできないんですよ。その風洞で測って 0.3 で車の試験ってそのくらい非常にデリケートなんですよね。ほうほうほう。でじゃあ JC08 でやりました、で燃費逆算で出しました、うん、といってもですね、同じ重量の車じゃないと実は横比較はできないんです。はいはい。例えば1050キロの車と1250キロの車の JC08 の燃費を比べるのは、これは実は厳密に言うとナンセンスなんです。そのくらい、微妙
なんですよ。うん、ですけど、その、まあ、しょうがない、微妙なんだけども、この数値を代表値として使いましょうってずっとやってきたんですよね。はいはいはい。で、省エネ法が改正になって、たのが2008年ですから、うん、その以降いろいろとありました、燃費競争が始まりましたっていうところでだんだんエスカレートしてきたと私は思ってるんですが、なるほど。条件でもともといろいろ変わるものだというふうにされている中で、やっぱりメーカーにとって2008年以降より良い数字を出そう、燃費の部分でねっていうのが、はい、より加速するような状況になったら、やっぱりこういったような不正とか、まあ、拡大解釈とか現場のね、はい、そうしたものが増加するような状況にはなっちゃったってことになるんですよね。だからそこもですね、うん、なんでチェックできなかったのかなと。そうですよね。リスナーの方から質問がちょっと来ています、うん、はい、こんなメールいただいてるんです。ラジオネームハト人間質問するさん、半年に一度くらい新車を選んで燃費の抜き打ち検査をすると不正が減ると思いますか、はい、それから、はい、実はですね、燃費抜き取りをやってます。やってますか、抜き打ち、はい、あとね、排ガスも抜き打ちをやってるんですよ。はいはいはい。今レーザー光線で排ガス測れるんですよね。レーザー光線で、はい、この機械が出てきたのが2年ぐらい前なんですが、実装の中で、実装の中で測るやつですね。道を走ってる車の排気管にレーザー光線当てるんですよ。はい、そう、大体わかるんですよね。それで怪しそうなデータを蓄積してって、怪しそうな車があったら、ちょっと車を持ってきてください、大丈夫ですかというのをやるんですよ。へぇ、フォルクスワーゲンがまず最初にやられたのもそれですから、うんうんうん、ですから厳密に言うと結構抜き打ちはやってて、メーカーをもう呼んでるんですよ。ですけどその時にこの、いや、もっともなデータを、提出されたらやっぱりまあそれ以上は突っ込まないですよね。あ、そう。じゃ、検査抜き打ちしても追及が緩いっていうことですか、うん、っていうか抜き打ちで例えば、実験してみますよね。でももともとの抵抗値今回問題になってる、はい、それを入れるわけですから出てくる数値一緒じゃないですか、うん、だから、うん、怪しいと思ったらその走行抵抗値をまず調べないといけないんですけど、はい、そこまではできないんですよ、まあ、ものすごい個数になりますからね、それと、はいはい、1台抜き打ちしただけではですね、はい、なかなか再現性のあるデータは出てこないので、はい、そういう意味で言うともう少し母数を増やしてとなると、これは自動車メーカーの開発と同じことをやんなくちゃいけなくなっていっちゃうので、抜き打ち検査がもっと大変になる、はい、難しいということになるわけですね。そして、でもそのリスナーさんのおっしゃるようなことは実際やってます。この方もう一つ質問をいただいてましてね、はい、今後自動車メーカーは不正が見つかった場合に顧客にどのような対応をするのでしょうかと。難しいですね、うん、キャッシュバックとかいろいろ方法はあるんですけれども、今までたくさんあったんです、こういう事件が、ありましたね、続きました。私が覚えている中でも、でも、まあ、喉元すぎればだったんですよね。ということは、うん、特に具体的な対応はせずに済んできたということですか。というか、まあ、社長が出てきてごめんなさいって頭を下げて、はい、その時は話題になりますけど、もうすぐ忘れられるわけですよ。忘れられるということは、牧野さん、例えば実売、はい、何かこういった出来事があったりすると、具体的な販売台数なんかに響いたりはするものでしょうか。はい、例えば今回の三菱の件はですね、これもう販売製造停止しましたから、はい、それは道路運送車両法75条にですね、自動車の指定という規定があるんですよ、うん、でここは、国土交通大臣が、車を売っていい車をちゃんと、認証します、で、うん、判子をします、うん、だけど何かあったらそれは取り消しますよという規定があるんですよね、はい、で今回取り消しにはしてないんですけど、三菱は自主的に生産を停止してます。ですから日産にあげる車も作ってないんですよ、うん、実際にそういう、それはもう社会的制裁を受ける前に売れないですから、はいはい、お店に並べといて自主的にっていうことになるわけですね、はい、だそうしたある種、まあ、自主的な形ではあるけれども、結果として制裁を受けたような形にはなっていくということになるわけですね。なってると思います、やっぱりこれでやられ一回こういうことだったらやっぱり反省しますよね。そうですね、うん、ただ反省せずに繰り返してしまうっていうような問題があってしまうという、ありますね、ですからね、私一つ提案は、はい、この、まあ、この JC08 って燃費はしょうがないです。これはもうこれでそれぞれの国が、まあ、燃費の基準を持ってますから、まあ、こういう規定でやるしかないと。でお客さんがですね、毎月何リッター燃料使ったかメモしてください、はい、それで、はい、例えば
通勤してる仲間とか、うん、遊び仲間とか、お前の車先月何リットル使ったっていうのでやっていくと、あ、なんだ結構燃費いいじゃんって話になるじゃないですか、はいはい、うん、で、結構ね、ヨーロッパの CO2 規制も私ナンセンスだと思うんですが、はい、2017年から、1キロ走行あたり CO2 95グラムにしましょうっていうこの規制が始まるんですよね、で95グラムって結構厳しいんですよ、うん、でこれで例えば日本が今平均年間7000キロですから、95グラムを1キロあたり出して7000キロ走ると665キロになるんですよね、はい、これは非常に燃費のいいエコカーじゃないとこういう数字出ません、はい、ところがフェラーリの V12 気筒の昔の車は280グラムです、うん、1キロあたりだけど年間2000キロしか走んないと560キロしか出ないんですよ。ほうほうほう。じゃあ最終的にどっちがエコカーだったかっていうとフェラーリの方がエコカーになっちゃうわけですよ、ね、結果的にね、はい、結果的に。だから何リッター使ったかっていうのが一番大事なんですよ、うん、で本来はそれに炭素税をかけて使った燃料の分だけ税金取ればいいんです。ああ、エコカー減税とかやるんじゃなくて、うん、やるんじゃなくて、で排気量税制も全部やめちゃえばいいんですよ、ね、総量ですよね、使用総量ですね、自分が使った燃料に対して税金をかけるようにすれば、はい、いやおうなしにみんな燃費のいい車を選ぶようになると思います、徐々に。それも 実燃費のいい車ですね、はい、うん、なるほど。それは技術的納税の例えば計測の技術的にはほらガソリン1リッターに今 53.8 円ガソリン税かかってますよね、はい、だからそこに例えば1リッターあたり20円の炭素税乗せるだけでいいんですよ。なるほど、ね、そうするとみんななんかやたら最近税金ガソリン高いね、なじゃああんまり使わないようにしようっていうのはやっぱりお財布と相談ですから、やっぱ消費者の方が絶対賢いですから。うん、で今は SNS が発達してますから、大体この車の燃費皆さん教えてくださいって言ったらすぐにデータ集まるじゃないですか、まあ、今はね実際に例えばさっきメモしてくださいって話ありましたけど、うん、はい、Google マップなんか使ってねそのカーナビ代わりに使ってる方いっぱいいらっしゃいますから、はい、それと何か別のアプリなんかを使って、はい、その燃費計算アプリみたいなものをこう何かやって、うん、でもあんまりそんなにね厳密に考えなくても、うん、じゃあ、うん、今の自分の使い方の中で自分って毎月燃料代いくら払ってるのかなっていうのを計算してみるだけでいいじゃないですか、うんうん、なるほど、ね、まあ、なんかそういった形でソーシャルな仕方でね、ビッグデータでやるっていうのもできるかもしれないですね、うん、みんなで持ち寄ってくるとどんどんデータが集まってきますから、うんうん、私はそれが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、はい、うん、先ほどいろいろそのご提案いただいたりもしたわけですけれども、今回のようなケースを受けて、そのユーザー、つまり車を乗る側ですね、買う側の、はい、私たちは、どういった点を気をつけながら今回車と付き合っていけばいいんでしょうか。これ、車って悪いけど実用性だけじゃないですよね。はい、まあいろいろありますよ、うん、かっこいいとか、かっこ悪いとか、うん、あとは何人も乗れるとか、山道走れるとか、いろいろ自分が使いたい車のシチュエーションってあるわけじゃないですか。はい、ですから、やはり、車を選ぶときはちゃんと販売店行ってお目当ての車納得いくまで試乗してみるべきですよね、うん、それで多少燃費カタログに書いてある燃費悪いんだけどでもいいやと思ったら買えばいいわけで、はい、でも何が何でもカタログ燃費がいいやつにしようと。でもじゃあ実際の燃費どうなのかなって言ったら例えば今、ウェブサイトでいい燃費ってやってるところもありますし、はい、そこは登録したお客さんが自分の燃費を出してるんですよね、はいはいはい、まあ、その信憑性はさて置いといてだいたい目安としてそれも見て、まあ、目安としてはカタログ燃費よりちょっとマシですね、うん、はい、だいたい、ね、分からないわけですから皆さんどんな使い方してるか。そうなんですよ、牧野さん、そうなんですけど、うん、多くのドライバーの方というか、まあ、買う方はやっぱり、はい、例えば省エネ家電を買うとかね、はいはい、できるだけお金を使いたくないから燃費がいいものを買いたいと、うん、これを買えば今後安くなるんだからということで初期投資はちょっと高いけどみたいなことも考えて多分買うと思うので、はいはい、そうした方はこの燃費の部分についてやっぱりそれでもエコがいいっていう方はどうすればいいんですか、うん、まあ、もちろんエコがいい人はでも一回レンタカーで借りてみればいいんじゃないですか。そうですね、今レンタカーいろんな車借りられるようになってますから、うんうん、はい、借りてみる。それから実はさっきからご説明したようにドライバーのその日の運転による変化もあります。相当大きいです、うん、で僕でも今日は燃料使う日っていうのもあるんですよ。ほう、今日は気持ちよく山道走るからこの日は燃料は使う、うんうん、
ただし今日はここからここまで移動するからその燃費は最善燃料使用量で 最初にしようとか、それはメリハリがありますよね。だからそういう中でどんな車がいいんだろうなってもいっぱい考えてもらう。いやあまりに今ね考えないで選びすぎですよ。実際に触ってみないし考えてみない。で、はい、僕らは僕らでまた情報を出してない。申し訳ないけど専門メディアはもっと真面目にやんなきゃダメです。はい、判断材料を提供するメディアの役割と、はい、もうちょっとそのいろいろ調べてみるというか、乗り比べてみたりするっていう、はいはい、まあユーザー側、消費者側の努力、それぞれが、はい、ないから。まあ、ある意味そのメーカー側を甘やかせるみたいな部分も出てくるわけですか。というかそのあのたった一つの数字が迷走しちゃうんですよね、はい、カタログ燃費という部分がですよね、うんうん、となるとそういった数字を出していってほしい、そうした動きは諸角さんもっともっとやってほしいんですけど。だからそうですね、うん、はい、僕の資料だけでも結構あるんですけどね、ただまあどっかでちゃんとそういうことを出していくメディアなりそのオーガニゼーションを僕は作ってみたいなとは思ってます。そうですね、はい、あるといいですよね、はい、牧野さんそのあたりいかがですか。車ってあんまり人に言われたくないんですよね。どういうことですか。例えば着てる洋服とかね、はい、あんまりこの、まあ、なんでそのかっこ悪いの着てんだよって言われるとやっぱムッとするじゃないですか、はい、で車も一緒でやっぱり惚れてしまえばバタモエクボっていうところがあって、うん、まあ、自分は好きだからこの車乗ってるんだよ。でもその気持ち一番大事だと思うんですよ、うん、好きだから乗ってる、はいはい、でなんとなく良さそうだから買ってみたとかね、うん、隣のうちが買ったから買ってみましたっていうのはやめましょう、うん、ちゃんと自分の基準で選びましょう、はい、その中で自分が本当に燃料を毎日の燃料代を本当にセーブしたいんだったら、うん、レンタカーで借りて測ってみればいいんですよね。なるほど。でも燃料はどうせ私は年間に3000キロぐらいしか乗らないから格好で選ぼうっていう人もこれはありですよね。はい、それはありですよ、うん、ですから皆さんが何を車に求めてるのかっていうのをまず自分でちょっと考えてみてください。なるほど。そんな難しいことじゃないと思うんですよね、うん、それでやっぱり実際に触ってみて車を実際に乗ってみて運転してみて、それで選ぶのにある程度ちゃんと時間をかけて選んでほしいなというのがありますよね。やっぱりユーザー側の課題よっていうことですね。はい、なんかね、テレビの宣伝でやってるメーカーの車しか売れないってのはおかしいじゃないですか、本当は。うん、ね、隠れた名店のレストランで行列ができる店、はい、分かりました、っていうのはね、メーカー側の課題だけではないんだというところが、まあ、今の話でもよく分かりました。はい、はい、お時間となりました。牧野さん、ありがとうございました。はい、ありがとう。